フィギュアスケート、世界国別対抗戦16日第2日、男子フリーマルゼンインテックアリーナ、大阪日本のエース羽生譲る、26イコール AN、ANA が193.76点で今季、最後の演技を締めくくった。今季3度目となる、フリー曲、天と地と、の披露。水色を基調とした和の衣装で、琵琶の音に乗り、有観客の会場から、 大きな拍手を浴びながら待った。前日15日のショートプログラム、SP は2位。今期の自己ベストとなる107.12点をマークし、前半の4回転サルコーとトーループ、4回転マイナス3回転の2連続ジャンプを、このプログラムにしてから初めて、試合できれいに決めることができた。成長しているなと手応えをつかんで、フリーへ。世界選手権。 3月、3位の悔しさは少なからずある。リベンジしたい思いも少なからずある。それを認めて、成長したなと感じられるような演技ができるように、集中したい都神経を研ぎ、この日を迎えていた、ハブの20から21年シーズンが幕を閉じた。今季は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、グランプリ、 GEP シリーズを欠場。自身が移動することによって、感染拡大のきっかけになることを防ぐため、シニア転校後初めてシーズン序盤に試合がない日々を送った。故郷の仙台市などを拠点に、一人で練習する日々。他の選手の情報も入ってきて、みんな上手くなっているなと思ったり、自分のやっていることが無駄に思えてきて、 一人だけ暗闇の底に落ちる感覚だったと沈んだ。世界初の成功を目指すクワッドアクセル4回転半ジャンプどころか。昨年10月末頃には最も得意な3回転半まで飛べなくなっていた。どん底まで落ちた。戦うのに疲れたな。もう、やめようかな。世相も暗く、好きなスケートをすることにも罪悪感があった。 そんな時に、このフリー曲イコール69年の NHK 大河ドラマ、天と地ととであった。主人公の神杉謙信公、戦いの神様にも葛藤があり、最後は出家し、悟りの境地まで達した価値観が自分と似ているのかな。その考え方に触れ、自分のために動いてもいいのかなと立ち直った。コロナ禍の中、 出場を決めたことで前を向けた。昨年末の全日本選手権でファンの拍手を背に5年ぶりの優勝。世界選手権は3位だったが、SP では主位と一人の取り組みは間違っていなかった。演技を見て勇気をもらいましたなどの声をいただけたことも自分へのご褒美。報酬になったと背中を押され、この感染拡大が続く大阪にも、 大変なことになっているのは、重々わかっていますが、ここで演技を残すことによって、誰かに何かしらの希望だったり、心に残る瞬間になれば、一秒に満たなくてもいいので、と光になることを目指してきた。だから、この日の結果がどうであれ、感謝を込めて滑ると決めていた。すでに来季への活動意欲は、名言。 前人未踏の4回転範を完成させ、この天と地とに組み込む計画を立てている。3月には確実に上手くなってるんで、羽生譲ると言った。まだ進化するオリンピック2連覇スケーターが、21から22年シーズンにつながる今季最後の演技を終えた。羽生譲る193.76.4回転サルコーでミス悔しそうに氷に触れる。 フィギュアスケート、世界国別対抗戦、16日。マルゼンインテックアリーナ大阪男子フリーが行われ。羽生譲る、26、イコール ANA イコールは、フリー曲、天と地とおまマ3月の世界フィギュアを上回る193.76点だった。冒頭の4回転ループを成功。だが続く4回転サルコーが1回転となった。 演技後半はミスなくまとめた。演技後は4回転サルコーでミスしたリンクの端まで行き。悔しそうに氷に触れた。ハブは15日のショートプログラム SP で。国際スケート連盟 ISU 公認大会では、今季自己ベストの107.12点を記録し姉さん、チェーンに次いで2位に入っていた。 世界国別対抗戦は2009年から始まった国際スケート連盟 ISU 主催の国際大会で五輪開催年を除いて開催今回は日本ロシア米国フランスイタリアカナダの世界ランク上位6カ国が参加団体戦で行われ男女シングル各2人ペア アイスダンス各一組でチームを構成する。SP。フリーのそれぞれの順位に応じて与えられる得点の合計で争う。15日に行われた初日は男女の SP。アイスダンスのリズムダンスで争い。順位は1位、ロシア。2位、米国。3位、日本だった。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。